にちは。コンバインドプレーン事務局です。この度は全く新しいゴルフ理論パター編 DVD をご購入いただき誠にありがとうございます。今回の動画では DVD 購入者特別特典としてパターに関する質問はもちろんその他のスイングの悩みや、相談を取り上げていきたいと思います。安藤プロよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん改めまして、DVD のご購入本当にありがとうございます。こちらの動画でも皆さんの、上達のために必要な情報をどしどし提供していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは最初の質問に参りましょう。安藤プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では質問です。はい、安藤プロこんにちは。こんにちは。私はゴルフ歴10年ですが、はい、なかなか上達しないアマチュアです。はい、安藤プロの理論に出会ってようやく生まれて初めて100を切りました。はい、ありがとうございます。はい、で質問させてください。はい、アイアンショットの際番手通りの距離が出せないと感じています。うん、飛距離がないのです。うんうん、なのでコースでのクラブを選ぶ際にどうしても悩みます。はい、練習場で気をつけることコースで気をつけることなど、細かくアドバイスをいただけると助かります。わかりました。はい、まずコースで気をつけるっていうのはちょっとまだ、無理かもしれないんで最初練習場でこれをちょっと、聞いてほしいんですけど、おそらくです、比較的アイアンは何番で打っても同じっていうような感じになりやすいんじゃないかと思うんですね。で、しかもボールがあまり高く上がらないんじゃないかなという感じになります。で、それはどうしてかというと、このボールでクラブが当たります。でそこから飛び出していくこっから先というのはバックスピンによってボールが上がっていくんです。でもしこのバックスピンがないとするとこのロフト角が寝ているクラブ例えばピッチングが9番アイアンだと高く上がって飛んでいきます。一方、ロフト角がないクラブ7番とかになってくると低く出ますのでそれは出てった後でストンと落ちてしまう。そうすると何で打っても全部着地地点はそんなに変わらないというふうになってしまうんです。ですからロフトがないクラブは低く出てった後にそこからバックスピンで上がっていくと初めから高く上がるクラブより飛んでいくんですね。ですから、どうしてもバックスピン量を上げる必要があるということなんです。でこのバックスピン量を上げるためにはどうしたらいいかというとそれはコック動作なんです。このコック動作がうまく使えればバックスピンはかかりやすくなる。だから弾道が高くなっていくんですね。で弾道が高くなるとロフトがないクラブの方が飛ぶようになってきます。女性でもきちっと L 字スイングができる女性のボールというのはグリーン上に落ちてからピタッと止まります。これは何でかというとバックスピンがかかっているからですね。でそのようなバックスピンを身につけるためには、もう一度言いますが L 字スイング L 字スイングで、手首のこの動きが覚えていただきたいということになりますね。こうです。で、ここで重要なのが、できるだけグリップが体から離れた位置で立てられているか要するにこういう立て方はダメだということです。なんでかというとこれは手首を使っていません。肘でクラブを立てています。このような動きは女性に多いんですけどこのスイングだと、あまり、スピンがかからないで弾道も高くならないんです。ですから体の遠くでクラブを立てる体の遠くでクラブを立てる、この練習をしていただくとコック動作がうまくなってバックスピンがかかってボールが、高く上がるようになってきます。そしたら、コック動作を取った後にリフトアップコック動作を取った後にリフトアップもちろんここで止まらなくていいです。感覚としてコックリフトアップコックリフトアップというようにこの字スイングを練習した後にフルスイングをやってみてください。コック動作がうまいイコールバックスピンがかかる、弾道が高くなってくる、番手ごとに距離が分かれてくるということになります。ぜひ練習してみてください。いかがでしたでしょうか。皆さん参考になりましたでしょうか。本日の動画レッスンはこれで終わりますがまだまだ動画レッスン続きます。次回もお楽しみに。先生本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ではこれで失礼いたします。